えー、岸田首相は比較的移民を推進している印象ですが、SNS では割と批判されているように見えます。なぜ移民推進は批判意見が多いのでしょうかあの、たまたまあのツイッターを見てて回ってきたので、あの、ベトナムの人に家を貸していたら、そのアパートがあの、大麻製造工場になっていたっていうのがあるんですよ。<laughs> で、その、要するにあの、押し入れとかぶち破って、あの、植木鉢とかバンバン置いて、LED ライトとか当てて、で、大麻をこう育ててるんですけど、で、その、 電気代どうしてたのかっていうので、あの、電柱から線繋いで直接引っ張って、あの、LED を当ててたらしいんですよ。 なので、その、要は、あの、電気代ってかかるじゃないですか、普通に電気使うと。でもそうじゃなくて、電柱に配線つないで引っ張ると、あの、そのメーターもないし、東京電力もわかんないから、それでお金が取れるって言うんですけど、ただ、そのお金、誰が払うのっていうので、なんかその、東京電力の人、これどうなんのみたいな話をしてるみたいなのがあるんですけど、っていう感じで、で、その、あの、対話工場にされてしまって、内装とかもボコボコになってて、あの、次の人住めるような状態じゃないんですよ。要は、お尻ぶち抜いて対話工場にしてるので。 ってなっちゃうと、じゃあ、あの、出てった後に次の日貸しますって言っても、それはまたこう、リフォームとかでお金かかってしまったりするので、なので、その、良かれと思って家を貸したのに、結果としてすげえひどいことを、予想を超えたひどいことをされるっていう。<laughs> なんかあの、まあ、家が汚くなりましたとか、掃除しないで出てきましたとか、なんかそれぐらいだったらしゃかわいそうなんですけど、もう、その、電柱から電気引っ張って大麻工場にするとか、もう、明らか悪意満々じゃないですか。だ <laughs> からっていう、その、悪意満々 難満なことを外国人の人はやる可能性が日本人より高いんですよ。要するにその数年で帰るって決まってるので、そうすると数年の間に悪さをしてもバレないで帰ったら勝ちなんですよ。 っていうのを考えると、結構やったもん勝ちな部分があるんですよね。なので、その、多分そのベトナムの移民の人をもともとその、あの、あの、合法な労働者としていったと思うんですけど、でも合法な労働者として働くより、じゃあその、あの、ま、大麻作った方が儲かるよね。で、別に大麻作っても逃げれば絶対バレないよね。っていうところで、こっち行った方が得だよねってことになってしまったと思うんですよね。で、それはそういう構造なんですよ。で多分表沙汰になってないだけで、そういう話っていっぱいあると思うので、 なので、あの、移民を増やすというのは、そのなんか、僕は基本的にはよろしくないと思うんですよね。あの、シンガポールみたいな移民の増やし方は僕賛成なんですけど、 シンガポールだと、ええー、と、確かね、年収800万円かなんかまで出せるんだったら、労働ビザ出すんだけど、800万円以下の仕事しかできないようなやつはいりませんっていう。<laughs> なので、あの、そこら辺がこう、移民政策としては、こう、僕は日本は間違った方向に行ってるんじゃないかなと思ってるのは、そういうところで。なぜかその技術実習性的な、その、時給1000円みたいな仕事を外国人にやらせるというのは、その、要は、えっと、 労働者がいないから何とかしては、その安い労働者を入れて回したいっていう会社の人たちの要望を受けて、まあ,あの自民党はその技術研修院的な人たちを使ってるんですけど、それは結果として日本人の時給を下げることになって、で、あの機械化とかも遅れてしまうので、長期的には良くないんじゃないかなと思ってるんですけども。